めっちゃ便利なやつ。コーナー編なんすよ。どうも、またいつも通り来ました。あ、ここか、ここなんだ。そうです、そうです、そうです。目触りました今。ちょっとマッション、ラベリオでございます。桜ベリオでございます。イエイエイエイ、ウォーウォーイエイエイ、ウォーウォー。見てください、隣にですね、大地さんがいらっしゃいます。今日はどうも、大地です。大地さん、僕大地さん、福岡の時に、はい、あ、出身が福岡同士でですね、僕すっごい会いたかったんですよ。しかも共通の知り合いすごいいたんで、大地さんのフェイスブックページに僕いいねしたんですよね。そしたら、このページにいいねしてる人はこの人がいますみたいなあるじゃないですか、はい、めっちゃ知り合いで、絶対話したいと思ったんですよ。ようやく会えましたね。ようやく会えましたね。どうもです、どうもです。そしてアリさん、もうアリさんはなんか僕のビデオブログすごい出てくれてるんで、なんかあまりにな、そうなんですよ。最初すげえなんかやばいアリさんみたいになったんですけど、ちょっと若干薄れつつあるかもしれない。やりたい、もうちょっと貴重な感じで。もうマジ大地さんが本当に僕今日すごい嬉しいですね。これすごいっすね。カメラだよ。何おっしゃる。でもあれよ、そういうノリなんで、そういうノリなんで。あれ、しゃくれ太郎。わかんないでしょ、しゃくれ太郎。しゃくれてる、とりあえずしゃくれる。とりあえずしゃくれる。しゃくれ太郎はコーヒーメーカーを宣伝する人です。コーヒーだけです。しゃくれの逆はできますよ。え、お、あごなし。うそ、いいっすか。はい。それ角度じゃないですか。横から、横から、横から見てください。いや、ここ絶対出るでしょ。それすごい。ここは消えるんですよ。それす、俺これ何からしてんだって。あんだけ悪用しないようにって言ってたのに、早速自分で悪用するんです。これが大地さんの本当の姿ですね。なかなか大地さんのチャンネルでは見れないよ。どうだい、ラベミロすごいだろっつって。わっしょい。テンション高すぎでしょ。結構通速しちゃったんで、撮ってた。これうまい。いいテカリっすね。うまい。あかんだ。コーナー喋んないな。本当に回ったら喋んないですね。ビークジはもうタッタッタカラーベ1番か3番下が真ん中にできてる。全然ダメ、全然ダメ。ラベミロでございます。飲み会が終わりました。今から帰ります。宝部はちょっとこの今ね、明日から台風やけん、ちょっと気圧が悪くなったんかな。ちょっと頭が痛くなってしまって、今日は家帰ってちゃんと寝ようかなと。おい、はいはい、終わりだ、終わりだ。解散。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ飲みましょう。はい。じゃあちょっと計画よろしくお願いします。計画よろしくお願いします。もう YouTube のドンがいるんで。いやいや違う。飲み会番長。酒が。アリさんもなんかまたよろしくです。いろいろと近々旅行行くからね。はい、近々旅行行くから。あ、それ言っちゃっていいのかな。もういいよ、もう。もういい、だって来週だもん。あ、来週っすか、もう。うん、あ、再来週か。はい、博多来ます。はい、博多来ます。宝ベリューで連れてって、え、来てほしいっすよ。久留米温泉入りたいっす。なんで
久留米温泉。久留米温泉入りたいですか。久留米温泉。久留米といえば僕の中では温泉なんで。本当ですか。か焼き鳥が日本一多い町なんで。というわけで宝部リオジはアリさんと福岡に行って福岡を好きになってもらおうの会。わっしょいおっしゃい福岡おっしゃい明太ワイド言うて。あ、明太ワイド明太ワイドですか。めっちゃ地元ネタですね。そうですね、めっちゃ地元ネタあるんですね、はい、明太ワイド明太ワイド出ましたよ、はい、ああそうそう、なんかツイッターで見てた、はい、結構大地さんのツイッター結構あのストーキングしてます。マジですか。いやいや、そんな恥ずかしい。結構、大したこと書いてないです。結構ストーキングしてます。そんな感じです。そんな感じです。こんな豪華なお二人と飲めて宝部はすごい幸せでした。ありがとうございました。宝部でした。この距離いいっすね。あ、ごめんなさい。